第3部では当地元富士市を中心とした大学生によって運営されている富士山若者会議さんの登場です。今回の寸劇では今年3月31日に開催された富士山若者会議ナンバー2で最優秀賞を受賞したプレゼンテーションチーム富士山頂の富士アプリのアレンジバージョンをお送りいたしたいと思います。申し遅れました。私、その富士チーム山頂で、優秀賞をいただいたチームのナレーターをさせていただきました石川祐希と申します。本日はよろしくお願いいたします。ゆいちゃんは東京の大学に通う大学4年生。東京の生活に染まりながらも将来は地元に貢献したいため U ターン就職を強く志望しています。今日は地元で開催される企業説明会に参加するため久しぶりの帰省です。今ちょうど実家の最寄り駅である九段鉄道購入所駅を入社するところです。さまざまな情報や魅力を発信する、そしていろんなことを知っていただくために作ったアプリケーションです。はい、シェアライドバスっていうのは、同じ目的地だとか同じ方向に行く人と同じバスに乗ることによって、同じバスに乗るってことを、シェアライドバスというんですけど、それを行うことによってタクシーよりもその大人数なので安い料金で目的地に移動することができます。でもそれなのにタクシーと同じように結構既存のバス路線とかと違って自由にいろんな時にできるっていうところがシェアライドバスの良いところです。説明会終わったんだね。また乗っていくかい。お願いします。